3月30日世界文化遺産に登録されている静岡市清水区の三保の松原に静岡市三保の松原文化創造センター三保シルベが完成し、開館記念式典が開かれました。式典では市長や名誉館長の挨拶のほか、三保神社に伝わる巫女舞、羽衣の舞が披露され、式典に花を添えました。この施設は三保の松原を国内外に紹介するために作られた施設です。館内では三保の松原の景観や文化、松原の保全についての紹介や富士山信仰や羽衣伝説、富士山と三保の松原を描いた絵画などが紹介されています。映像シアターに設置された大きな3面スクリーンでは、三保の松原の絶景と富士山とのつながりを解説する動画が楽しめます。新たな魅力を感じられる場所だと思いましたし、先ほどの式典とか後ろの映像とか最新の技術が使われていて、より日本だけではなく世界にも三保の松原を広めていける施設だと思います。触ったりとか聞いたりとか、そういう演出がとても多くって、こうなんだろう、印象に残るというか、すごく楽しいところだなっていうふうに思います。施設の職員は、三保シルベは世界文化遺産三保の松原を深く知っていただくための施設です、ぜひ多くの人にこの施設を訪れてもらいたいなどと話していました。センターは年中無休で入館料は無料、午前9時から午後4時30分まで開館しています。